で遠山さん、はい、すぐにお腹が空いてしまう罪、いや切実、まあでもこれは7つの大罪にもありますからね、え、これはね、ああそうそうそうなんですよ、うん、なんか本当に1回に食べれる量がすごい少なくて、ええ、なんか、ええ、そうなんです、はい、すごく少ないんですよ、はい、なんか幼稚園児とかって、ええ、間に必ずおやつの時間を挟まなきゃいけないのってあるじゃないですか、ええ、私も同じで、はい、1日に4回か5回分けないといけないんですよ、これ何の病院これなんかちょっと先生に相談してるリスみたいな子供がいる、何なんでしょうかこれ、そうなんです、でもお腹が鳴っちゃうとこうお仕事に影響してしまうじゃないですか、確かにノイズ立てたらダメですかもね、そうなんですよね、はい、困ってるんです、あー困ってるんですってこれ相談でしたっけでもこれはこれ罪に問われませんよね、え、だって、これ罪というかこれ暴食でもないし生理現象じゃないですか、生理現象、仕方ない、仕方ない、仕方ないに1票入りましたね、仕方ない、ね、こうなるとますます須崎さんがいかにすごい告白をしたのかっていうことがやっぱり出てきますけれども、愛にできることまだあるよ、僕にできる